人で今1人で出てきました。不当決定、投げるな、不当決定です。不当決定、暗示ということですか。司法はもう死んでしまったんでしょうか、何という決定なんでしょうか。ちょっと綾子さんにそれを伝えます。わかりました。綾子さんごめんね、ほらわかるねえ、ほらまだ最高裁があるから、ほらね、最高裁が残念だったね、必ず勝つから、ほらね。